こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本ではイージス・アショア計画が白紙となり、ブースターの回収が困難とされ、河野防衛大臣の発表後、日本の NSC でもこの白紙の回答となった。それと同時に敵地攻撃能力など気になる部分も出てきた。イージス・アショアの代わりといえばイージス艦や PAC-3 などを想像するが、もしかすると潜水艦にも SLBM 搭載となるのか気になるところだ。また F-35 ステルス戦闘機の導入数も順調とは言えないが、数を増やしてきている。そんな中、米国議会で不満が噴出している。F-35 の部品類に対する対応のまずさが浮き彫りになってしまった。今日はこの F-35 戦闘機の部品にまつわる話をしていこう。第5世代戦闘機である F-35 ライトニングには、本国アメリカの空軍、海軍、海兵隊に採用され、海外でも日本をはじめイギリス、イスラエル、イタリア、オーストラリア、韓国など採用国は枚挙にいとまがない。中にはトルコのようにアメリカの激輪8激輪に触れるロシア製ミサイルの調達を強行したことで引き渡しを拒否される国も出てきてはいるが、ほぼ西側諸国を網羅するベストセラー戦闘機となっている。しかし F-35 ライトニングに戦闘機を取り巻く状況が全て順調かと問われれば、問題の代償はあれと、果たしてこのままスムーズな運用を行えるのかに警鐘8警鐘を鳴らす事象も報じられている。2020年5月には分類上でカテゴリー1と呼ばれている F-35 ライトニング2戦闘機の飛行行動そのものの安全性に影響を及ぼすインシデントが2018年の頭までに計111件が確認されていた。これらカテゴリー1の計111件中、さらに搭乗者の生命に危険があるものが103件でカテゴリー 1A とされ、これに次ぐ運用に支障のあるインシデントがカテゴリー 1B の8件とされている。このうち前者の103件のカテゴリー 1A には、これをすべて修正する対策が施され、カテゴリー 1B の8件についても2020年中に5件を修正、残り3件を2024年中までには修正予定と報じられている。しかしこうした修正に必要となる F-35 ライトニング2戦闘機の公開用の部品類について、アメリカの下院議員で組織されている監視政府改革委員会からは、その非効率な流れを糾弾する声が上がっている。これは F-35 ライトニング2戦闘機の製造元であるロッキード・マーチン社の部品類の管理体制システムに著しい瑕疵があり、その是正のために約320億円にも及ぶ余分な人件費が必要になったと指摘されている。多分、
この状況は、導入されていた F-35 専用の物流情報システム ALIS の不具合のことを指しており、同システムは根本的な解決を諦めて、新たな ODIN システムへの変更が決定されている。こうした F-35 専用の物流情報システムの迷走を受けて、本来か不足なく、機体に必要な交換部品の供給を謳って導入されたシステムにもかかわらず、その不具合から沿って人手を要する事態を招いているようだ。具体的には、アメリカ空軍で最大数の F-35 ライトニング2戦闘機を運用する。アリゾナ州のルーク基地では、F-35 専用の物流情報システムで納入された。実に、6割もの部品類に不備が発生したとも報じられている。本来の想定であれば、こうした F-35 専用の物流情報システムは、その機体に、用いられている部品類一つごとに管理され、製造時から使用機体までを特定し、耐用年数に応じたスムーズな供給を目指すものだった。しかし、F-35 ライトニング2戦闘機の交換用の部品類のシステム上での紐付けがうまく機能せず、発注し納品されるはずの部品類が行方不明となり、そのリカバリーを人手で実施するしかない状態だという。こうした運用体制面での F-35 ライトニング2戦闘機をめぐるほころびに、続いてアメリカのトランプ大統領は、2020年秋の大統領再選を狙った。アピールナの稼働機の製造を、すべてアメリカ国内で行うべきだと言い出した。これまでの F-35 ライトニング2戦闘機は、開発段階から必要資金を負担することで、部品類の製造から最終組み立てなどを許可された。パートナー国が実施できるプロジェクト形式で進められてきた。このパートナー国には資金負担額に応じた段階はあるものの、現在までにイギリス、イタリア、オランダ、トルコ、カナダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどが名を連ねている。またイスラエルとシンガポールも追加で保全協力パートナーという位置づけとなっており、ここに来てのトランプ大統領の先の発言は、こうしたパートナー国との運用の根本を自ら否定する主張だろう。こうしたトランプ大統領の発言は、前述したようにトルコがロシア製の S-400 ミサイルの導入を強行したことから、そうした国が F-35 ライトニング2戦闘機の部品製造に関与するのは許さないとの意思表示ではある。しかし、オーストラリアなどのパートナー国からは、すでに予定している部品類の製造が現実にほっこにされてしまえば、そこに生じていた技術者の雇用や部品類の輸出に見込んでいた売上を逸失すると懸念している。トランプ大統領はニュース番組のコメントの中で、今のトルコのようにアメリカとの関係悪化が生じた場合に、それが原因で F-35 ライトニングに戦闘機の調達が滞ることはありえないだろうと発言している。
しかし、ちなみに世界的なコロナウイルスの蔓延でトルコに割り当てられていた部品類の製造も今のところすぐには打ち切られていないらしく、その後の動きに注目が集まりそうだ。一部にはトルコがかけたパートナー国の座を日本が目指すのではないかとの説もあるようだが、こちらも現状では開始時点で資金協力していない日本にそうした許可は与えられないと見る向きが多い。